Video Diary May the 21st, 2022 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌2022年5月21日、林ひろしです。こんにちは。0.01% の穴という話をしたいと思います。0.01 といってもですね、数字にこだわる、あるいはこだわっているわけではありません。仮にという話なんですよね。例えば皆さんの中にもですね、UFO の存在を信ずる、あるいはエイリアン宇宙人がいるということを信ずるという人は多いと思います。中にはほとんど信じている人もいるわけですよね。しかし、さあどうかなってな感じで、その入り口のところで迷っている方もいらっしゃいますし、さらにね、全くそういう話は受け付けないという人もこれまたいらっしゃるわけです。つまりその人ですよね、それぞれということなんですよね。で、私の場合はですね、2012年の8月1日から今のこの世界に入ったわけですけども、その頃ですね、エイリアンはいる、宇宙人はいるというふうには考えていました。というのはですね、1975年にですね、私とワイフが夜中に散歩している時にですね、いわゆる V 字型の UFO を見たということがあったわけですね。それがベースになってますから、エイリアンはいるんだ、宇宙人はいるんだと思っていましたね。しかしそれでもですね、いわゆる穴っていうのがあるわけですね。ひょっとしたら見間違いかもしれない、ひょっとしたらあれは飛行機だったかもしれないというようなね、考え方をするわけですよね。ですから、100% ということはないわけですよね。 100% というのはですね、疑いようがないって言いますか、疑うことすらもしないということですね。それは 100% ということになるわけですけども、それは能動的に信ずるとか能動的に疑わないということではなくてですね、つまりはごく当然の当たり前のこととして受け入れて、そしてあとはそれを考えることもなくね、それを基本にして日常生活が流れていくという状態なんですよね。例えば、ね、若い男女がですね、私はあなたを愛してるからね、私はあなたを信じてるからねと言ったとしますよね。A さんが B さんにね、そういう時っていうのは大抵疑ってるんですよね。はい、疑ってるからそういう言葉が出てくるわけです。私はあなたを信じてるからね、あるいは逆にね、僕を信じてほしいとかという時にはですね、あなたを信じてないわよっていう言葉の裏返しなんですよね。あるいは僕を信じてほしいという時にはですね、僕は信ずるに足りる人間じゃないぞというような感じで、つまりは相手をね、ある意味でね、騙すという言葉もちょっときついですけども、要するに、そういうものなんですよね。つまりそういう、その言葉を使うこと自体がですね、つまりはそうではないということになるわけです。つまりですね、信ずるという言い方にしてもですね、信ずる、私は UFO の存在を信じます、エイリアンの存在を信じますと言っている人もですね、結局は信じきれない部分があるがゆえにそういう言葉を使うということです。簡単に言えばね。で、そこで私は 0.01%、あれは 0.1% なんでもいいわけですよ。あれは 0.00001% でいいわけですけども、要するに、そのある最後の部分でね、かすかな、その穴と言いますか、かすかな不安感、心配感が残るわけです。それを私は 0.01% の穴と呼んでいるわけです。つまりですね、私は UFO の存在を信ずる、宇宙人の存在を信ずると言いながらもですね、ひょっとしたら間違ってるかもしれないなという思いは、かすかに、残るわけですよね。そういう状態だったんですね。それが2012年の頃の私ということになるわけです。ですから時々私はですね、 0.01% というような言葉を動画の中で使った記憶があります。つまり、エイリアンはいるんだと、しかし、100% というね、先ほど言いましたように、全くその疑うこともしない、そういうテーマで考えることもないというような状況で、まとも真正面からその、当たり前のこととして受け入れていくということについては、それはできなかったんですよね。はい、で、結局はあの頃の私、今思い出してみるとですね、その穴を埋めるために
自分で、まあ、それはね、謎解きとかね、いわゆるまあそうした、そういう意味での研究ということになるわけですけども、それはしていましたがね、しかし、基本的な私のまあ思いというのはですね、自分自身の0.1%、あら0.01%のその部分をですね、何としても埋めたかったですね。それは私はもう動画作りをしながらですね、まあ、1000本、2000本って動画を発表しながらですよ、その掃除ね。しかし、まあ、ひょっとしたらって感じでの迷いっていうのがあったんだけれども、なんとかしてね、自分でその0.1%の穴を埋めるための確信、確認のようなものが欲しかったということですね。まあ、それがひっくり返ったのが2016年の今行くよ事件ということになるわけです。しかし、ここが面白いところなんですね。私、自分の経験を皆さんに話しますとね、例えば今行くよと言って呼び出されて、巨大な V 字型に UFO を見せてもらったということであんならばですね、それでも100%なんですよね。まあ、その客観的に自分自身を見た場合100%なんですけども、その後どうなんでしょうか。翌年の2月まで混乱状態が続きましたからね。混乱というのはその精神的な混乱というよりもですね、思想的な混乱状態になったんですよね。つまり、それまでの自分というのはですね、まあ、現実主義でね、どちらかというと実存主義的なね、ものの考え方をして、そしてまあその証拠主義といいますかね、納得できないこと、理詰め、そういうこと、理屈詰めでね、そのものを考えるという習慣がもうどっぷりとね、体に染み込んでましたから。ですから、それをその部分で、まあ、なんて言いますかね、それまでの価値観、いわゆる問題意識、そういうものがですね、ひっくり返ってしまったわけですからね。ですから、まあ、翌年の2017年の2月、3月頃まではガタ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 してましたね。そのガタガタということはですね、いわゆる、まあ、ある朝ね、ある朝、例えば、まあ、絶対にもうエイリアンはいるんだというのを自分で確信してもですね、まあ、夕方にはひょっとしたらあれはカラスだったかもしれないなと、そんなことはないんですけども、それでもそうしたその穴がね、ほんのわずかでもあると、そちらの方にこう傾いてしまうというような意味でのね、いわゆるまあ周波数に例えるならばですね、振幅っていうのがあったわけです。プラスの方向に揺れたりね、マイナスの方向に揺れたりして、また次の日にはプラスの方向を揺れたり、マイナスの方向に揺れたりするわけですね。あの事件の直後というのはね、数分ごと、数時間ごとにそれが起きましたね。しかし、それがですね、だん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 カーブが緩やかになってですね、周期が短くなってきてですね、短く長くなってきてですね、そして振幅ですよね、幅がですね、だん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 、まあ、穏やかになってきて、それがだんだんもう間違いないんだというふうに、間違いないというか疑わない状態になったのが、やっぱりその3、4ヶ月かかってからじゃなかったかなと思いますね。そういうもんなんですよね。ですから、いきなりね、例えばですよ、UFO を見てですね、はい、私は180度変わりますということは、まあ、人間の思考回路からしてもありえないことなんですよね。やっぱりその間にいわゆるまあ葛藤っていうのが起きるわけですよね。葛藤っていうのは、いわゆる自分自身の、ね、内部、今までのそれまでにいる自分の、まあ、いろんなのありますからね、思考回路、感情回路、行動回路、いろんな回路がありますけども、そうした回路がですね、一度バラバラになってしまって組み立て直していくという意味でね、まあ、その時間がかかるということです。これが私が今日皆さんに話したかった話の柱へとつながっていくわけですけどもね。そして、それからもずっと私はですね、まあ、そのこうして動画作りをしながらですね、そして現代に来ているわけですけども、つまりここでいくつかのね、穴って言いますか、私自身が自分で埋めたいと思っていたことがあるわけですよね。その第一がですね、いわゆるまあ神という存在ですよね。で、神というのは、まあ、つまりは私たちがよく知って、まあ、私たちがですね、その日常的に知っている、日常的ということは、まあ、問題にしているですね、私がですね、日常的に問題しているエイリアン、ET、宇宙人という問題と絡めてですね、まあ、いわゆるその同じなのか違うなのか別なのか、違うとしたらどこが違うんだというような感じでの、要するに、まあ、二体性といいますかね、二つに分かれた考え方ってのはやっぱりあるんですよね、ありましたね。今でも、まあ、今ちょっとこれから話しますけども、要するに神イコール宇宙人という考え方についてはですね、まだ自分でもそのごく最近までね、納得できない部分があったわけです。それ以上にですね、やっぱりこの率直に言いますとね、じゃあイエスにしてもキリストにしてもね、マルドックにしてもいるわけですけども、いるのかいないのかということで、その最後の最後のところで、さっき言いましたように、今度はですね、
神という問題においてですね、 0.1%、0.01% の穴がいつもあったわけです。それはあったんですよ、まあ、神様いますよ、カインはいますよ、まあ、ほとんど確信していて自分でも間違いないんだと思いつつもですね、つまりその穴があったわけですよね。つまり神というものがいるいないということを論ずること自体がですね、つまりは疑っているということですからね。本当に信じきってしまえばですね、つまりはそういうその穴がない、いわゆる隙間がなくなるわけですよね。そうしますと、まあ、全幅に、まあ、その神を受け入れるということになるわけですけども、そうするとね、まあ、デーンと落ち着くんだろうってことに、まあそれは思ってましたね。落ち着くことになるんだろうなということに思ってましたし、同時にどうすればその穴を埋めることができるんだろうということがずっと私のテーマであったように思いました。しかしですね、昨日初めてね、私ね、まあ、率直に言いますとね、いわゆるカイン、キリストという存在ですよね、をその、まあ、動画発表しましたね。その基本的に、まあ、いろんな、まあ、事例といいますか、それも無数にあるわけですけども、その中でも最も分かりやすい例としてパブロ・ピカソのゲルニカとダ・ヴィンチの描いた作品と、それからミケランジェロが、まあ、彫刻したり描いたりした作品をですね、並べて考えて、昨日でしたね、おととい昨日ですね、初めて私はですね、最後の 0.1%、0.01% の穴を埋めることができました。それはもう大変こうなってますかね、穏やかで安らいで、おおらかな世界でしたね。そして自分はですね、その動画を作って、もう作ってるというか大変ですよ、頭の中がね、くしゃ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 してますからね、それはマイナスのストレスではなくてですね、いわゆる悪玉のストレスではなくてですね、いわゆる忙しいのに忙しいわけですからね。その夢中で やってもやっぱりこう体力、気力、知力は使いますからね。そういうその何て言いますか、意味で頭がごちゃごちゃくしゃくしゃしましたけどもね、しかし出し切ってしまってですね、そしてふーっとそのため息を、その動画を作ってね、ため息を吐いた時にですね、初めて私はですね、神の存在というものをね、実感することができたということです。つまりね、0.1% の穴を埋めることができたということになります。まあ、ですからね、もし皆さんの中でね、本当に神っているだろうか、その前の段階としてね、UFO っていうのは存在するんだろうか、エイリアンはいるんだろうかってね、まあ、迷ってらっしゃる方ね、もう多いと思います。悩むってことはないにしてもね、まあ、その何とかして自分でその穴を埋めたいと、いないならいないでいいと、まあ、いるならいい、まあ、ほとんどいるってことは分かってるんだけども、最後の最後のね、一線を越えて、そのいるという確信が持てないというような方はですね、昨日、おととい発表した私の動画をね、ぜひぜひぜひご覧になってください。まあまあ、私がですね、皆さんに提示できる証拠の範囲では出し惜しみなく 100% 出してますから、それを皆さん自身で調べていただいてですね、そして納得していただければですね、皆さんの中にもひょっとしたらですね、 0.1%、 0.01% の穴を埋めるためにね、悶々と、あるいはね、うーんというふうに、ま 悩むというか、ね、悩むということはないんでしょうけどもね、要するに、まあ、歯がゆいというかね、なんて言いますか、そういう思いでね、日々を過ごしていらっしゃる方はですね、まあ、ぜひ見てください。その上、まあ、皆さんもね、納得、皆さんの中にもね、私のように理屈っぽい、その合理的にね、ものを考えないと、いわゆる数理的、数値的にものを考えないと気が済まない方も多いと思いますので、そういう方はですね、ぜひ理屈、理詰めでね、その私の動画を見ていただきたいなというふうに考えています。で、私はですね、こういう、まあ、動画作りしながら、謎解きをしながら、神にして論じながらですよ、もうその一方でエイリアン、宇宙人、ね、UFO の問題を論じながら、なおかつその一方でね、縄文土器であるとかね、まあ、そうした縄文時代について、あるいは、まあ、前方後円墳でも何でもいいわけですけども、論じてきましたけれども、こと神についてはですね、昨日、おととい、はーっと、まあ、体からね、ため息が漏れると同時に、自分の迷い、0.1% の迷いっていうのは消えましたね。はい、本当に消えたんですよ。それはね、先ほど言いましたように、実におおらかでね、安らいでね、まあ、なんていうかな、ほっとしたと言いますかね、すがすがしいと言いますかね、そういう世界なんですね、皆さんね。で、私はですね、まあ、そのまま仕事が終わってですね、そして、まあ、今の方に体を移してですね、そこにいたワイフにね、まあ私はね、こう言いました。ほっとしたよって。そしたらワイフがね、嬉しそうに笑ってくれましたけども、これで初めてね、
僕は神の存在というものを自分で実感し、それについて納得することができたんだよって言いましたらね、そうねって言って言いましたけどもね、あの人はもうそれかなり前からそのように確信しているみたいですけどもね、まあ、その結局、まあ、あの人はね、私よりもね、まあ、動画作ってる人間っていうのはね、これは菊作りと一緒でしてね、いわゆる農家の人が菊を作ってる、まあ、菊栽培人と一緒でしてね、一生懸命菊を作るんですけどもね、しかしそのできた菊をですね見て、まあ、そのなんて言いますか、めでる、楽しむ、評価するっていうのはある意味で私の仕事ではないんですよね。しかしそのワイフの方は菊見る人なんですよね。私は菊を作る人なんですよね。でその菊見る人なもんですから、意外とね、彼女は彼女なりに自分のその、まあ、考え方を作っていたんだろうと思うんですけどもね、まあ、気がつくといつもね、私の動画を黙って見てますからね、それ以上にやっぱり、いわゆる、まあ、部屋の中を飛び交うね、いろんな、ね、現象をね、彼女は見てますからね。私は今回ね、4月16日のね、白い光までね、見たことはないんですよね。いわゆる、まあ、あの V 字型の UFO 以来ですね、見たことはないんですよ。すべて私の背中側で起きていたわけですよね。まあ、いろんな事件が次から次へと起きたわけですけども、あとはビデオカメラに捉えられたとかね、そういうことなんですよね。で私は直接的には見てなかったんですけども、4月16日のあの白い開口光がですね、まあ、一つの契機になりましたね。本当に嬉しかったんですよ。わあ、僕も初めて見たよって感じでね。それでまあ それ以後はですね、だんだん心が落ち着いてきましてね、いろんな現象、事件はですね、起きてます。1月から3月までもですね、ほとんど毎日のように起きたこともあるんですね。起きていたんですよ。まあ、それについてまた今度ね、いつか機会があったら皆さんに話したいなと思ってますけども、要するにそういうことがありながらもですね、私自身はこと光については、今回が初めてね、4月16日に、あの朝ね、4時ですね、ちょうど4時頃です、にその窓がですね、西側の窓が真っ白になっているのを知りました。そしてその中にね、白い高級体が、そのすりガラスの向こうなんですけどもね、それがぼやーっと光ってましてね、美しかったといえば美しかったんですけども、まあ私は最初見た時に、あ、蛍光灯の光だなんて思ったぐらいですけどもね、まあそういう意味では美しいというような話ではないのかもしれませんけども、今思い出してみるとですね、やっぱり穏やかで優しくて静かなね、優しいなってますか、いい光だったなというふうに思いますけどもね。でそれ以後、まあ、こうしてそのいわゆるね、神の世界に大手をかけてきたわけです。ずっとこのところ、まあ、それからね、もうほぼ 1ヶ月になりますけども、常に大手でね、まあ、神を論じてきたわけですけども、昨日一昨日ですよね、まあ、それを壁を越えて、まあ、0.1% の穴を埋めたということになるわけです。まあ、それぞれね、人というのはその都度、まあ、そのいろんな思いがあって、そしてその吹っ切りながらね、生きているということになるのかなって思いますね。で吹っ切った時に、まあ、穏やかで優しい世界がやってくるということじゃないでしょうかね。つまり私は、以前の私はですね、宇宙人っているんだろうか、ね、エイリアンっているんだろうか、 UFO っていうのは本当に存在するんだろうかっていうのはね、思いでどこかに迷いって言いますかね、隙間があった。その隙間 0.1% の隙間を埋めるために、私は謎解きを始めたようなところがあるということです。そして最後のテーマとしてですね、その頂点と言いますかね、行き着く先としてですね、つまりは本当に神っているんだろうか、今のこの瞬間、この時点にここにいるんだろうかという思いですよね。それは、まあ、昨日今日ふっと吹っ切ったと言いますかね、それは穏やかで優しい世界でしたね、はい、ということなんです。ですから、まあ、今の私もどうってことないと言いますかね、その迷いっていうのはそれもないですね。もう神を信ずるとか、神の存在を信ずるとか、そういう言葉はもう出てこないんじゃないのかと思いますね。それが当たり前ですからね。ですから、まあ、そういうことじゃないのかなと思いますね。で最後に一言だけね、おまけ的な話になりますけども、話はちょっとね、まあ、噛み合わない部分があるかもしれませんけども、あなたは幸せですか？私は幸せです。あるいは、私は幸せですか？というようなことを自分で考えるときがありますね。で、同時に、幸せとは何かということになってくるわけです。まあ、その幸せの中身ですね。というのは、幸せというのは関連的な概念ですから、つまりそうした
どういう状態でどういうふうになった時にどういうふうで、まあ、その自分がね、まあ、自己実現できた時に幸福というのか幸せというのかということはこれは決まってないんですよね。じゃあ幸せとは何か幸福とは何かというのはですね、極めて関連的な蓋然性を持った、つまりはっきり言えば訳のわからねえ悶々としたね、まあ、いわゆる、まあ、漠然とした思いを幸せというわけですよね。はい、じゃあ幸せって何だろうというふうに考えますよね。はい、じゃあ幸せでその先にある考え方自問って言いますかね、自分に問うてみるわけですけども、私は幸せなんだろうかっていう感じですよね。あるいはあの人は幸せなんだろうかとかね、まあ、いろいろ考えるわけですけども、じゃあその幸せとは何かっていうことをですね、まあ、今日最後に一言付け加えさせていただきたいなと思いますね。はい、じゃあ幸せとは何かということなんですよ。私ね、こんなことを最近感じるんですよね。うちのボタンインコのピップちゃんね、いわゆるまあ頭をねさすってあげるとですね、うっとして穏やかでね、体を半分、まあ、頭を下げてですね、そしてうなだれてですね、まあ全まあ、いわゆる私の手の中にその頭を入れてくるわけですよ。その時のあのピッピちゃんのね、私の家のボタンインコちゃんのピッピちゃんのね、表情を見てると穏やかでね、安らいでね、うっとりとしてね、静かでね、優しそうな顔してるんですね。そして満足そうな顔してトローンとしてるんですね。実は幸せというのはそういう状態で、そういう状態を言うのではないかということなんですよね。つまりブッダも言っているようですね、言っているようにですね、幸せとは何かというとですね、何の不安もなく心配もなく穏やかにね、全てを受け入れて優しく静かに、まあその周囲の環境の中に溶け込んで、つまりまあ簡単に言えば満足ですよね。穏やかな満足感に包まれた状態を幸福というわけですよね。はい、そういう観点に立つとですね、つまり今の私は幸せだなと思いますね。まあ、いろいろとね、それは現実の世界とのしがらみ、かみ合い、ね、歯車のね、そのかみ合いの中でですね、いろんな問題はそれはありますが、そういうものがね、例えばその幸せでないとか幸せであるとかっていう問題へとはつながっていかないということですよね。つまりブッダが言うようにですね、幸せというのはあくまでも心の状態を言うのだということになるわけですよね。そういう意味でね、まあ、今回ね、昨日一昨日私は初めてですね、こんなにあの穏やかにね、あの神の存在っていうものをですね、心の中に受け入れることができたっていうのは初めてのことなんですけども、その時の私はですね、本当に初めて幸福感っていうものを実感しました。はい、まあね、だからといってっていうわけじゃありませんけども、皆さんの中にもですね、本当に神がいるんだろうかってことをお迷いの方もいらっしゃるだろうと思いますけども、昨日今日のね、いわゆるまあ動画をですね、じっくりじっくり見てください。かなり私のようにね、ガチガチの理屈っぽい人間の方でもですね、人でもですね、神の存在を実感として受け入れていただけるんじゃないかと思います。ただし時間はかかりますよ。今日新しい情報を入れたからといってね、新しい知識を手に入れたからといって、あるいは理詰めでそれを証明したからといってもですね、それは数学の証明とは違いますから、心の中に溶け込んで、そして皆さんの心と融和して融合してですね、そして混ざり合ってミックスアップしてですね、そしてあなたの心になるためにはですね、つまりは時間が必要だということです。はい、こんな私でもですね、まさに9年とね、10ヶ月という時間がかかりました。ですからね、今日信じて分かって明日からというわけにはいかないと思います。何度も何度も反芻して反復して復習して学んで、そしてそれをですね、考え直して、そして自分自身を見つめ直したりというような作業を繰り返すとですね、初めは大きな振幅、あるいは いわゆる周波数の問題ですよね。細かい周波数の中でガタ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 することもありますけれども、しかしそれが2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、半年とするうちにですね、やがて皆さんもですね、まあ、こうして私が解いている謎解きの動画をご覧になってくださることによってですね、その向こうに穏やかで安らいだ世界を皆さんも
ご覧になることができると思います。あとはその世界を大切にして守りながら育てていくということですよね。はい、というふうに今は考えています。ともかくもこの問題だけはですね、せっかちにね、急いでしても何も実らないということです。それだけは頭に入れてですね、昨日一昨日私がですね発表しました動画をどうかご覧になってください。では今日のビデオでありこれで終わります。バイ。人間の姿は神々によって設計され創造されたということになるのではないでしょうか。またそのように判断するのが合理的かと思います。というのもここに表現されている人間の姿はですね、現在の私たち人間の姿とそれほど違わないということだからです。First of all, the human creator drew a circle with a compass. Next, the human creator drew a square with a right-angled ruler. The human creator designed the human figure to fit the circle and square. AndAccording to his blueprint, the human creator created a human figure. The human figure itself is evidence that the human creator created humans, that is, the greeting card that the human creator left for humans.まず最初に人間の創造主はコンパスを使って円を描いた。次に人間の創造主は直角定規を使って正方形を描いた。その円と正方形に合わせて人間の姿を設計した。そしてその設計図に合わせて人間の創造主は人間の姿を創造した。人間の姿そのものが人間の創造主が人間を創造したという証拠、つまり人間の創造主が人間に残した名刺そのものということになる。What you see here is a very mysterious painting or work by a painter named Fernando Coman in 1880. The title of this painting is Cain Fleeing Before Jehovah's Curse. Again, the title of this painting is Cain Fleeing Before Jehovah's Curse.One thing to note here is that Fernand Coman clearly stated Jehovah in the title. Jehovah is King Anu of Anunnaki. Then, anyway, Cain is depicted here on the right side of the picture, and on the left side of the picture is Cain's wife, Awan.ここに一枚の絵画があります。フェルナンド・コーマンという画家が1880年に描いた作品です。タイトルはエホバの呪いの前に逃げるカインとなっています。繰り返します。タイトルはエホバの呪いの前に逃げるカインとなっています。ここで注意したいことは、フェルナンド・コーマンはタイトルの中で明確にエホバと述べている点です。エホバ
というのはつまりはキングアヌ、アヌ王ということになります。となるとこの絵の右端、先頭に立っているのがカインということになります。そして中央で台に乗っているのがカインの妻のアワンということになります。広林浜松シティジャパン。But please take a closer look at the picture. Owen holds two toddlers in her lap. Who are these two toddlers? が、その絵をよく見てください。アワンは二人の幼児を膝に抱いています。これら二人の幼児は一体誰なのでしょうか。 A hint to solve the mystery is in a Sistine Chapel ceiling painting. It is a painting entitled Expulsion from Paradise, which is said to have been painted by Michelangelo Buonarroti. Two pairs of men and women are depicted in this picture.One pair on the left is depicted, and they are Adam and Eve. The fig tree and its fruit are its proof. However, another pair of the right side depicted in it is not Adam and Eve. The pair is Cain and Abel. I will explain it.In the following videos, please watch it. However, it should be noted here that it is generally explained that the pair on the left is Adam and Eve, which is correct, and they look younger, and the pair on the right is Adam and Eve, also, who are exiled from paradise, but they look older. But is thisExplanation really correct? が、その謎を解くヒントはシスティーナ礼拝堂の天井画の中にありました。ミケランジェロが描いたと言われているアダムとイブの楽園からの追放と題された絵画です。その絵の中には二組の男女が描かれています。左側の一組はこれはアダムとイブです。イチジクの木と実が表現されています。それは間違いありませんが、より若く見えますが、その中に描かれている右側の一組はアダムとイブではありません。顔が違います。その一組というのはつまりはカインとアワンということになります。それについての動画はこの後につなげておきますので、どうかそれをご覧になってください。が、ここで注意したいことは、一般には左側の一組は若い頃のアダムとイブであり、右側の一組は楽園を追放されるアダムとイブであると説明されているという点ですが、本当にそうでしょうか。 I, Hiroshi Hayashi, judge thatThe story on the right side and the story on the left side are expressed in a simultaneous occasion or at the same time. In other words, Adam and Eve on the left are being tempted by Lamia, a half-serpent witch, while Cain and Abel on the right are being attacked by a Lamia's angel at the same time. In other words,What is drawn here in this picture is Adam and Eve and Cain and Abel. Its basic composition is very similar to the Cain fleeing before Jehovah's curse, painted by the painter Fernando Coleman in 1880. Please compare these two.私林博士は
右側の一組と左側の一組の物語が同時進行の形、つまり同時に表現されていると判断しています。つまり左側のアダムとイブが下半身大蛇のラミアの誘惑を受けていると同時に、右側のカインとアワンはラミアの天使によって攻撃されているというようにです。つまりこの絵の中に描かれているのはアダムとイブ、それにカインとアワンということになります。そしてその基本的な構図は、先に紹介したフェルナンド・コーマンという画家が1880年に描いたエホバの呪いから逃れようとしているカインの絵画と大変よく似ています。その両者をどうか見比べてみてください。 In other words, that is to say that the two toddlers depicted in the picture of Cain fleeing before Jehovah's curse by a painter named Ferdinand Coleman in 1880 may be Adam and Eve. However, this idea used to be unthinkable in the religious common sense of the time, both in Michelangelo's time and Ferdinand Coleman's time, 300 years later after Michelangelo. In other words, the more you look at the picture of Cain fleeing before Jehovah's curse by Ferdinand Coleman, the more mysterious it becomes. つまり、フェルナンド・コーマンという画家が1880年に描いたエホバの呪いから逃れるケイン、カインの中に描かれている2人の幼児はアダムとイブということになるのではないでしょうか。が、この考え方はミケランジェロの時代においても、またそれから300年も経ったフェルナンド・コーマンの時代においても、当時の宗教的常識では考えられなかったものです。言い換えると、このフェルナンド・コーマンの書いたエホバの呪いから逃れようとしているカインという絵は、見れば見るほど謎めいた絵ということになります。つまり、どうしてフェルナンド・コーマンはそうした事実を知っていたのかということになるのではないでしょうか。わかりやすく言えばですね、一般的にはアダムとイブの息子がカインということになっていますが、しかし実際にはカインの方が年上だということです。なおかつアダムとイブが楽園を追放されたということになっていますが、実際にはアダムとイブは追放されていずですね、ケイン、カインとアワンが楽園から追放されているということです。つまり一般の解釈とは全く違った解釈がですね、これら2枚の絵の中に、つまりはメッセージとして書き込まれているということです。本当にカインはアダムとイブの息子なのでしょうか。しかしこれら2枚の絵を重ね合わせて考えてみるとですね、それはありえないということになるのではないでしょうか。つまりカインとアワンの息子、そして娘がアダムとイブということになってしまうということです。この事実は、つまりこうした絵に仕込まれたといいますか、隠されたメッセージを読み取るとですね、今までの私たちが持っている常識そのものがですね、ひっくり返ってしまうということです。そんなことをどうか考えながらですね、続く動画をご覧になってください。The land of Nod is a place mentioned in the book of Genesis of the Hebrew Bible, located on the east of Eden, where Cain was exiled by God after Cain had murdered his brother Abel.
Genesis chapter 4, 16. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden.弟を殺したカインは神エホバに追放され、神の目の届かない地エデンの東のノドの地に住んだ。創世記第4章16。 Genesis chapter 4:17 relates thatAfter arriving in the land of Nod, Cain's wife bore him a son, Enoch, in whose name he built the first city. Nod の地に着いた後、カインの妻はエノクという息子を設けた。そして最初の年はその息子の名を取って名付けられた。創世記第4章17。広島市、浜松市、ジャパン。